はいさーい、なんと今スペースデリバリーの本社に来ております。はい、もうね、いろんなゲテモノが集結する場所なんですよ。あったんだよ、ね、今日もまた珍しいものが届いてると。はい、でその前にね、一つ報告があります。はい、それはこちら、スペースデリバリーの洋服が完成しました。フルシャツもできたんですよ。で、ちょっとこれ小さいでしょ。そしたらやっぱサイズ変更してこうなって、こうなりました。ちょっと大きいです。ちょっと大きい。だこれ不良品だ。デザインミスはたけしに着させようってことで強制的に。簡単に説明しますと、うん、まあ、ラルフローレンポロ、うまいますよね。あれが茹でれるぐらい、あれがこの鍋に入るぐらいの大きさです。いいんじゃない、控えめなね、大人の向けだと思う。大人これはね、若い子が好きなもの。あ、いいっすね、これ。これね、予約制なんですよ。これ以上、爆発したくないというか。爆発したくない。あ、怖いっすからね。あ、大丈夫っすね。たくさんの倉庫を抱えて、首吊りたくないというか。で、期間が3月の13 13日からスタートです。3月13日から、うん、で、25まで、3月25まで。結構短い。短いですね。だ26日に注文してももう二度と手に入らない。もう期間限定なんで、限定品ですね、これも。だからこれを逃すともう手に入らないんですよ。うん、もったいない。まあ、僕はもう手に入っちゃったんだけど、立ち終わったら脱いでもらうけど大事だからもう一回言うか。はい、大事だから、大事だからもう一回言いますか。そろそろ現場講師になってる。現場講師。俺の車が餌臭いっていうもん。あ、なるほどね。これを資金にしてボロボロになってますからね。ボロボロになってると染み込んでるんですよ、エキスが。あのシートの奥底までやっぱピンクくなってるぞ、魚エキスが。早く現場号の現場号を買ってみたっていう動画出したいね。近々出したいもん。ということでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら、タバズさんの家ですね。なんかパワーアップしてるんですよ。動画でさらされるから多少ね、整理整頓しとこうみたいな。それは恥ずかしいね。そうでもないです。今タバスさんこれすごいですね、見てください。全部竿すごいですね。もうタバスさんの竿は1本だけじゃないんですよ。こうやってたくさんあるんですよ、こうやって。見てください、これ虫除けのスプレー。どんだけ山奥に住んでるんだっていう。そのレベルです。虫を恐ろすぎてるよね。これコキですか、これ。トランシーバー、トランシーバー、これ大事ですね。コキって死後だろ、完全に。小型ナイフとかね。うん、すごい。モノホンスか、また。フォーボールじゃないですか。三振用に。スルメーカーみたいな硬いですよね、結構これ。パイソン、パイソン。ちょっとこれじゃあ、今日茹でて食べてみる。もったいな。見てください。ゴム鉄砲ですか、これ。どのタイミングで使うのか、ちょっと気になります。これが水中銃ですか、これ。4発ありますね。日本という国でこんなに銃撃って、長っ、これめっちゃ長いですね。こんなに4つ竜宮城潰れてない、これで。何これ、サソリ生きてんの、これ。タバスさんの家には本物しかいないから。140GT60 ですね。早速じゃあ、タバスさん、さばいていきますか、なんか。あんこ送られてきたから。あんこ、あんこ、たけしにさばいてもらいたくて、今日読んだわけ。あんこ、簡単にさばけますか。こちら、ジェームスもいる。ジェームス。久しぶり。ジェームスです。覚えてます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、なんかモノマネできます、たけしのモノマネ動画。やめろー暴走行為やめろーなってですね。なるほどね。あの時記憶ないんすよ。兄弟、兄弟、兄弟。森の吉田さんですね。森の吉田さん。そして今回海の吉田さんもいます。はいはい、ニコさん。はいはい、久しぶりです。もうね、山、海、空募集中です。空募集中です。パイロットの免許持ってる人ね、募集中です。あ、これだ、これ皆さん、こちらなんかこれが光るんですよね。これ何の意味があるの、これ。これはワームみたいな感じになってて、ワーム光るんですよ。光って、うん、光って、で、これで口元にこれを運んで、うん、あの魚を誘うんですよ、ワームのアクションみたいに。ピョン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 って、うん、あ、小魚だと思って魚パクって食いに来るじゃないですか。うん、そしたらあんこはもう口パコンってやって食べるみたいな。寝るときは、うん、ここをちょっとオレンジランプとかにしたりもする。ちょっとホラー映画見た後とかね、ちょっと電気つけて眠らないといけないみたいな。そういうときはここをちょっと眠るときはオレンジっぽく。ワニガメみたいな感じか、じゃあ。これどうさばくの？これね、つるし。つるしなんですか？え、つるし？たけし初めて。もう以上、やるしかないんですよ、やっぱり。ちなみに、あの、アンコウの肝は、フォアグラよりも、美味しいとされてるんですよ。うん、美味しんぼ7巻ぐらいの情報ですけど、うんうん、あん肝って呼ばれるもん。あー、聞くね、よくね、あん肝。朗報、これゾウリエビって言って伊勢エビよりも美味しいと言われてるエビですね。これも入れるそうです。じゃあ吉田さんがなんか持ってきたって言ってたんですよ。うん、吉田さん、なんか持ってきたんですか。琉球新報で見たんですけど。そうです。あの、何これ、でっかっ。うわ、一緒からっすよ。でっかっ。ありえない。ちょっとでっかい。うわ、やばい、朗報。でっかっ。
やばこれ普通に買えないからね、こういうの買えないですよね、こんぐらいのサイズは出てこないと思います。クダカですね。クダカで取ったんすか。そうそうそう、あのクダカの海んちの協力もあって、はいはい、めっちゃ力抜いてるんですか。めっちゃやばいっす、やばいっす。掴まれたらもう分かるようにこれ掴めないです。寝技使ってます。手で掴めない。ビロの寝技ですね。寝技結構強かったんで、抱え込まないと、うん、あの身動き、あ、マジっすか、ぐらいじゃないと本当に寝技、このサイズだったら手で取れるんですけど、これは1本取ったんですか。これやば、吉田さんがあの壁際に追い込んで電プスロールで出会ったみたいです。これ鍋で入れるんですか、この伊勢海老も。やろう、やばすぎでしょ。あんこも入って伊勢海老も入ったらえらいことになりますよ。あんこの味が分からなくなる。やばー、粘りすごい。エイリアンみたい、怖っ。すごいですね。これ包丁は何包丁使うんですか。鍛冶屋で買った、はい、はい、あの琉球包丁ですね。はい、はい、刃が強くてね、切れ味もいいんで。で、あんこっていうのはね、七つ道具ってのがあって七つ道具、食べれる部位が七つあるんですよね、美味しいところがね。危ないぞ。あ、痛い痛い痛い、あ、痛い、歯危ない。これなんでするすか分かります？分からん、分からん、汚れるから重いから。これ正面触ったらからめっちゃぬるぬるするんですよ、ぬるぬる。粘膜、粘膜で、うん、で、まな板に置いても滑るんですよ。あ、もうどこに置いても滑るってこと。どこに置いても滑るんで、なるほど、さばきづらいじゃないですか。はいはい、切り方が切りやすいんだ。なので、こうやって吊るしてさばくって感じですね。そういうことね。はい、ですね、じゃあまずヒレからですね。ヒレ、あ、ここにヒレあった。ヒレこいつ空飛びそうだな。あ、長い。モンハンとか出てきそうじゃないですか。出てきそう。これをじゃあとりあえずこれ落としていきますか。はい、ヒレをね。ヒレ味抜群ですね。あ、やっぱ包丁最強だ。ほら、なんとやって琉球包丁ですか。これは食べれるんですか。はい、これ食べれます。あ、食べれるんだ。あんこはほぼ捨てるとこないっすね。そうなんだ。うん、はい。で、骨柔らかいんですよ、これ。コラーゲンがたっぷり詰まってるんですよ、コラーゲンがね。で、ヒレを取ったんで次は内臓出していきますか。ビルパラだね。めっちゃビルパラだもん。これやばいぞ、これ。同じ匂いがしますね、ちょっと。俺と同じ匂いがしますね。毎日6缶金麦飲んでたろ、これ。これが手みたいになってて、深海を泳ぐときにこれを使って泳ぐんですよ、これ。地面を這うような感じで。へぇ、はい、二足歩行なんだ。二足歩行。ちょうど5本ついてるんですか、人間みたいにね。5本ついてるの。5本ついてるの。すごい。かわいいでしょ、これ。じゃあ、こっちから出していきます。おおおお、怒って頑張れ、琉球包丁。はい、あ、はい、で、この辺がアンキモですね。これも美味しくいただければ。これは一番美味しいですね。これが食べれる美味しいってとこですね。そうですね、フォアグラを超えると言われてる。そうそうそう、キモの子です。はい、キモ絶対美味しい。でっか。はい、キモ、あ、甘さの味で。あー、確かに海のフォアグラって言われてますね、こちらね。はい、次、胃袋ですね、これ。胃袋。胃袋なの？餅みたいだな、すごっ。雪みたいな服かと思います。心臓ですね、これが。はい、これ心臓。じゃあこれも食べれます。食べれるんだ。胃袋ですね、これ。胃袋。これ胃袋ね。ちょっと中に何か入ってるはずですよ。何食ってるんだ、深海魚だからな。じゃあ中身出してみますか、ちょっと。何も食ってない、空っぽだ。魚って見た目じゃ分かりづらいんだよね。お腹の中開けてから、オスメスを取る。そうなの。これが多分卵巣だって。この下のやつか。これ白子みたいなやつ。この布みたいなやつ。布、これ布って呼ばれる。透明なやつ。透明なやつ。これがちょっと布って呼ばれる。これも食える。布も、布も食えます。じゃあ皮剥がしますか。次は皮、切れ目を入れるんですよ。あ、皮が剥がれてた。皮だけ剥がれてた。そうそうそう。初めての割に意外と言ってますね。確実にネットで調べてますね。いやいやいや、インターネットを車の中で、車の中で見た。うまく作り分けてますね。あれっすね、感覚っすね、もう。料理の感覚っすね、これは。かっこよく言ってますね。うん、皮もまたうまいっすから、コラーゲンがたっぷりで。あ、ある程度。剥がしていく。ここは手でやるんだ。ここは手で。ここは手で。ここは手で。おお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 お、マジか。あ、すごい、蛇の皮むきみたい。おお、綺麗に取れた。すごい。初めて本当に。ですよ、俺。これも美味しいと。うん、これも皮。七つ道具の一つです。反対側も。楽しそうだな、剥がすの。めっちゃ楽しいっす。スカート欲しいんだよ。綺麗に尻尾までいっちゃう？いきますか。あ、尻尾までいっちゃった。あ、綺麗。あ、なるほど。すごい綺麗だね。はい、皮も取れました。靴下剥がす感覚だった、今。打撲したね、この人。打撲。黄色くなって。あ、ちょっと殴られて、治りかけですね、治りかけ。治りかけ。打撲治りかけの色しようね。治りかけの色ですね。腹の方ですね、腹。で、あ、さっきの皮は食えるの？食べれます、食べれます。何でも食えるな。何でも食えます。もう捨てるとこほぼないんですよ。綺麗になりました。コラーゲン以外も気になるんですけど。白身がいいんだよね。これさ、これ美味しそう。骨がね、普通あばら骨ってあるじゃないですか。あばら骨、うん、これ柔らかいんですよ、あんこは。腹骨柔らかいんだ。腹骨だから、深海魚なんで
この何て言うんですか、深海の水圧に耐えれるように骨が柔らかくなってますよ、軟骨みたいに。絶対調べてるよね。細かいことまで調べてる。いやもう腕っすね、腕っすね。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 腕っておかしいでしょ。感覚、感覚で言ってます、感覚で。これでいくらするの？あんこ高いの？キロ2、3、じゃあ相当でかいんじゃないですか、これ。高いぞ、じゃあこれ5キロ。万するじゃん。やば。はい、万魚だ。万魚、万魚。これ腹骨、すげえ。これ軟骨みたいになってるんですよ、こうやって。柔らかい、柔らかい、今さっき柔らかい。飛びそうだな、これ、うん、ラスボス手前で飛んでるよね。おお、はい。ガーって開きますね。こっちが口みたいな。本当だ、こっちが口みたいな。うん、なんか粘り気があるんですけど、その辺は気にしないですね。たけしは食べたことあるの？食べたことないっす。で、さばいたこともない。さばいたこともない。けど知識はある。知識はある。なんでかな。おいしい。腕ですね。腕、すごい腕。腕ですね。ここら辺からどうなったっけな。一回動画見たら。動画ってなんすか。動画ってあるんすか、それ。この YouTube 開いたら。あ、 YouTube っていうサイトあるんすか、それ。そっからマジっすか。そこも知らないふり。 なんていう会社が作ってるんですか。エラが、エラを取りたいんですけど。ハサミとかじゃないですか。違う、うん、この辺から切れるのかな。ここからオリジナルでいくんですね。ここからちょっとオリジナルで加えていきましょうね。ここからオリジナルって最初からオリジナルだと思ってる。オリジナルですね。じゃあちょっと滑りましたけど。お疲れ様です。あ、お正月どうぞ。お正月どうぞ。お、吊るし切りしてる。吊るし切りしてます。たけしがあの、知ったかぶりしてるところ。知ったかぶり。こうやって矛盾が生まれて捕まっていくんだろうなと思った。エラ、はい、エラを取ります。はい、エラ、エラ、これも食べれますから。靴マジ捨てるじゃないですか。マジエラも食べれる。エラ食べれる。靴捨てる。捨てる、捨てる。食べれるんですよ、これ。エラマジか。これも7つ道具の一つ。へー、エラ食えるんだ、面白いね。すごいんですよ、だからあんこをもう捨てる場所がないから、うん、ありがたいですよね、本当にね。確かに深海魚の中でもあんこって一番有名な。有名だね。知名度の高いからと思う。提灯がついてて、みたいな。提灯もまた面白いよな、これ、作った人、うん、人。あ、人って言うか、まあ、作った…俺は人って言うのか、同じ部族。ゴッドシーン一回では、まあ、ちょっと見下し気味で。こっち一応これこうなってるんですよ。はいはいはい、ね、でこっち歯みたいなついてるんですよ。かる。うん、貝縛りみたいになってるんですけど、うん、まずあんこって噛み砕かないんですよ。人の身で人の身するんですよ、うん、で魚入っていって、あれここどこかなって逃げようとするじゃないですか。で、ところがもう入ったらもう最後なんですよ。こう閉まるんですよ、うん、えっ、もう閉めるじゃん。層の世界みたいな感じで、もうギーって閉まるんですよ。でちょっとずつ閉じ込めるってことか。閉じ込める。で、これ貝縛りみたいになってるんで、うん、魚が出れないんですよ、これに、ね、ガンガン当たって。ほら、見て、貝縛りが、貝縛りになってるんですよ、これ。あー、一回飲み込まれたらもう魚が出れないような。うん、そう。だし、動いたらこれに刺さる、刺さるみたいな。だから貝縛りで出られなくするんですよ。ここに監禁するってことですね。そうっす、こっちにもついてるんですけど、あれが。ほんとだ、あれがこっちにもついてる。これが閉まるともう全部トゲトゲで、もうトゲトゲで、もう出れない、出れないんですよね。今食べていきますか、じゃあ。こっちも食べれるの。確か食べれる。え確か食べれる。食べられないですか、骨なんで。ちょっと難しいですね、ここから。でも大体取れてるから、うん、すごい、意外とサクサクいってるから。タケシにさばけないのないな。ないっすよ、そんなの。すごいすごいすごい。はい、中身、これはさすがに食えないっしょ。これ食べれますわ。食べれるんだ。こっちにも肉があるんで、こっちも切っていきます。白いの、うん、油すごそう。あ、これ唯一の白身、これ。うん、白身ですね。白身ね、この辺柔らかくて美味しいんですよ、こっちね。うまそう、ここ。ここの方が美味しそう。ここの方が一番美味しそう。今までのやつ、一回してこっちのだけ食べよう。ここだけめっちゃうまそう。はい、こっち白身。うわー、タコみたい。うわー、食べた。すごい、上手だね、タケシ。ありがとうございます。すごい、これで完成。いや、まだですね。え、まだなの。この麺玉もあるんですけど、これ麺玉も食べれますよ、これ。マジか、もうお腹いっぱいなんだけど。モンハンでもここまでね、ハギ取りしないと思うよ。そうそう、そんなハギ取りできないだろ。今日はテーマモンハンじゃないらしい。じゃあこの麺玉ですね、これ。麺玉ね、しっかり外してね。中のグリグリが美味しいですからね、グリグリがね。たけしさん、なんかどっかで修行積んだ手って話してるの。いや、初めてらしいです。初めてですね。初めてっていう、ね、いや、いろんな魚さばいてきてるんで、今まで。あ、まあ、いけるんじゃねみたいな感じでさばいてますね。だってフィーリングできる。おー、いったー。靴だけ。はい、じゃあこれはもうぶつ切りにして、鍋に美味しい。これも食べれるの。出汁取れますか。これ全部食べれますから、これ。あ、見えな。
それだろ、食べれる音しじゃないんだけど、コン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 してるけど、いやこれは出しとけ、出しで、これもやっぱり食えるんですか、やっぱりすいません、食えません、えこっちは食えないな、じゃあせめて全部使えるようにしておく、これはあの茹でてたけしが寝具をお前にする、寝具を首に刺さりブレスだよね、しまみれだよ、戻せない、しまみれだろこれ、スマホでも簡単にチャンネル登録ができるんだ、あの食べ頃のウサギをクリックするとチャンネル登録ができる、ここをクリックしてね、そしてあの金髪ドキュンをクリックすると関連動画に飛べるんだ、だけをクリックして関連動画見てねさようならバイバイボーボーバイバイ